はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでケンスリーさんですね。はい、ローマ字でケンでスリー数字ですね。はい、スタジアムクラブ一つです。で、入金確認ね、できましたので、おー、タニスさんはい、うん、これ何人ぐらいんだろうね。結構いるね。ルーキー中心かなと思ったら結構ベテランとレジェンドもいて、ねえ、当たりづらいよね、そう考えたら。はい、昨日32箱開封して大谷さんのおの字もなかった、でかいやつは。あ、他のはね、結構ベース系とか出ましたけど。よいしょ。はい、じゃあちょっとハサミで切りますので、お待ちください。ちょっとね、お振り込み確認できた方ですね。オフライン決済の方が何か PB パースをと。よいしょ。ボックスもね、ちょこっと余ってるんですけど、ちょっと箱のタイプ、形状がね、4列じゃないですか。ちょっと大きいんですよ。箱全部使い切っちゃった。だから、ちょっと箱が水曜日届いてから、再受注しようかなと思ってます。わかんないですけどね。ギリル的にいきなり販売するかもしれない。はい。ですね。はい。ちょっとはね、こうひっくり返って入ったりしてる。あ、吉田さん。よいしょ。こっちに。で、ベースだ。よいしょ。まあ、レギュラーカードの方は届きましたらね、再度ご確認ください。カブレラーか。スタンプ系とか店長見逃しちゃう場合もあるかもしれないんでね。まあ、ないとは思うんですけど。あ、サインだ。はい、ヤングさん。昨日もちょいちょい見ましたね。うん。はい、カブスですね。カブスなんかいっぱい入ってるなっていう印象ですね。これなんかめちゃくちゃ入ってるな。カブスめちゃくちゃ入ってるじゃなくて、めちゃめちゃ入ってるなっていう。はい。適当すぎますね、ほんとね。関瀬子さんめっちゃ噛んでる。レギュラーがすごい入ってる。めちゃめちゃレギュラー。ずーっとレギュラー。はい。コルテスさん。後ろは一緒なんだな。レギュラーが多かったんですね。どっか少ないとこあんのかな。なんか2パック分ぐらい入ったようなイメージ。アルパレスですね。松井さん言いました。タティス。大カットですね。はい、リゾーですね。これやっぱりなんか右が出にくいんだかな。一番右が。なんかね、右側左側真ん中で、真ん中が一番出やすかったような気がするんですよね。前の時のスタクラですからね。昔のスタクラ。なんかそんなような気がしました。ストライター。いや、大谷さんの大盤だけでも、すごいですね。うん。ホセラミさん。カサスの音だ。トーバーの赤とカサスの音が来ました。おお、いいね。うん。はい。カサスの音が来ました。ルーキーの中でも、まあ、うん。人気的にはかなり上位にいると思いますけどね。大谷さんのクローンも来た。はい。これもまあ、箱1いたとしても、まあ、100人ぐらいはいるでしょう。普通に。あ、すごいね。大谷さんクロームに大谷さんオーバー。ロバート黒だ。
ブラックホワイトのフランクだ。バッと落ちまった。あ、ガナ、リフ、おお、オレンジ。はい、ちょっと待ってね。よいしょ。ね。クロームリフのオレンジかな。おお、いいね。来てるね。デイビス。来てますね。大谷さんもう一個来たよ。すごいね。ただベースが来てない。一番出やすいベースが来てないよ。出にくい方が出てた。はい、ジョージ・ブレッドさん。あ、サインもう一枚。はい、ラガンスさんだ。サイン3ですね。サイン3。うん、これはいいですね。シンダーガード3人か。はい。で、タイカップの赤となりました。はい、3オート、3オータニだ。これはいいですね。日本でそんな大盤は出てないはずですよ。日本初？日本でスタクラのボックス開けて大谷出たっていうの、多分まあ10人いればいいぐらいだと思いますよ。多分もっといないと思いますけどね。まあ推定だと多分3人ぐらいだと思いますね。あ、すごいね。これは大満足なんじゃないですかね。うん。いいね。ガンナーのシリアル着てカサスですからね。うん。で、3オートですからね、結果的に。で、3オータニさんですからね。おお。しかもこうクロームですからね、ベースじゃなくてね。はい。ってことで。いや、これはいいですね。うん、ありですね。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。またチャレンジしてください。ありがとうございました。